はい、おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの本住さんです。今日はあのイコライザーザファイナル見てきたんで、こちらの紹介というか感想を話していこうと思います。例によって最初はネタバレなしで話すんですけど、まあ、どこまでネタバレなしなのかっていう問題ありますよね。あの映画 .com に書いてあるあらすじが、あのまあ多分公式が出してるあらすじだと思うんですけど、ネタバレを含んでることって結構あるからね。まあいいや。どんな話かっていうと、まあザ・ファイナルって書いてあることとかもわかると思うんですけど、シリーズものなんですよ。まあもっと言うと、昔のドラマがあって、まあそれの、まあ映画化みたいな感じなんですよ。まあドラマもね、なんかネット時代にもう一回ドラマ化されてんじゃないかな。ネトフリかなんかわかんない。でね、まあ、3作目です。シリーズ3作目。映画シリーズ。まあ、デンゼル・ワシントンが主人公やってる、やつの3作目なんですけど、私気づいちゃったのは、2作目見てないわって思って。1作目はおぼろげに記憶あるんですよ。おぼろげに記憶あるし、感想動画も上がってると思う。で、まあ、ホームセンターでさ、ラストにホームセンターバトルがあるんだけど、ホームセンターの、戦いが、すごいもうホラー映画みたいな演出でさ、たまにあるやつだよね。アクションシーンでホラー映画みたいな演出になってて、突然現れたやつに殺されてくみたいなやつ。あの演出なんですよ。でさ、まあそれはいいんですけど、まあ今回のイコライザーはですね、まあ主人公はね、CIA の、元 CIA かなんかの、エージェントで、めちゃくちゃ強いと。めちゃくちゃ強い。ここがポイントです。はい。一応、これ読んどくと、シチリアでの事件で負傷しとか書いてあるけど、何シチリアの事件でっていう感じでしょ。まあ、これ劇中で、冒頭シチリアの事件が起こるんです。まあ、これあんま言わないわよ。シチリアの事件で負傷し、心身ともに限界を迎えたマッコール主人公ね。マッコールはアマルフィ海岸の海岸沿いの静かな田舎町にたどり着くと。アマルフィ海岸っていうのがあるんだ。多分ナポリのそばだと思うんですけど、ググっちゃっていい？アマルフィ海岸。地図とか。アマルフィ海岸。え？アマルフィ海岸に行きたいね。周辺とか。経路みたいな。ここへの経路。ちょっとさ、アマルフィ海岸検索できないんですけど。それでさ、学校やべえのか。それで。地図。来た。アマルフィ海岸は、ベスピオ火山の近くだ。あ、やっぱりそうだね。ナポリのすぐそばの、街ですね。はい。ナポリミオ、シートローマからはちょっと離れて、まあ、ナポリだ。まあ古い町ですよね。この辺りっていうのは。ローマなんて、何千年前。何千年前、2000年前にから栄えてますからね。まあいいんですけど。まあそんなアマルフィ海岸沿いの静かな田舎町に、たどり着きました。で、身内のように温かく接してくれる人々の存在に救われた彼は、この街を安住の地域にすることを心に誓い、
イコライザーのスイッチと言うべき腕時計を外すことを決意する。あー、そういうことなんだ、腕時計って。はー、これはなんかあれですね、あのこのね、ロバート・マッコールってお前たちに16秒やるっつって、あのみたいなこと言って、あ、16秒でかけりをつけるみたいなこと言って16秒セットピッてピッてやってさ、セットしないのか、スタートをあのスイッチをしてスタートするってして、で相手を制圧するまでの時間を計測する癖があるんですよ。それで、あ、19秒になっちゃったっつって、なんかあのなるシーンがあるんですよね。で、今作は冒頭でっていうの言っちゃっていいのか分かんないけど、今作はあのトレーラームービーでもさあったと思うんだけど、9秒で制圧みたいなシーンがあったりするんですよ。19秒かかんないんだみたいな、そんな話ですけど、まあそれはいいんだけど、まあその街に魔の手が迫り、マッコールは大切な人々を守るため再びイコライザーの仕事を開始。やがて事態はイタリア全土を巻き込む爆破テロ事件へと拡大していくって書いてあるけど、まあなんか時系列だいぶシャッフルされてますね。で、私2作目見てなくって、あと昔のシリーズ、ドラマシリーズとかは全然ノーチェックです。なので1作目だけ見てるっていう感じですね。2作目見たいなとか思ってるんですけど、まあでもめんどくさいから見ないかもしんない。映画のハッシュタグは、シャープイコライザー。良かったとこはね、やっぱ強さの質よ。これがもうたまんないですね。これね、よしあしあるんですよ。強さの質っていう話で言うと。つまりね、私あの、ジョンウィックの動画で、ジョンウィックのさ、ジョンウィックもさ、またファイナルだったじゃないですか。ジョンウィック4。あれです。エピソード4じゃないか。何4だ。まあなんかあったじゃん。あれでさ、ちょっと、若干の苦言を呈したんですよ。いや、ジョンウィックが弱いっていう話をしたんですよ。まあ格闘技としてはいいし、格闘技としていいってことはさ、格闘エンターテインメントとして見せるって意味では、あの、もちろん正解なんですけど、このロバート・マッコール、イコライザー、このね、ロバート・マッコールは武術的な強さなのよ。うん、武術的な強さって何かっていうと、相手に反撃を許さないんですね。攻撃が始まったらそのまま攻撃、相手に攻撃を当てたらそのまま、制圧しきるっていうことですよ。うん、その強さの質っていうものがちゃんと表現されてましたね。普通のさ、やっぱアクション映画ってな、こっちのターン、相手のターンみたいな感じでこうやってって、お互いにダメージを受けて、それで、ね、まあ最後になんか根性で勝つみたいな、そういうストーリーがまあ熱かったりするわけ。まあ、そこが面白いっていうのはさ、もちろん否定できないし、格闘技とかを見て、興行として楽しいっていうのはさ、そういうところにあるじゃないですか。ところが武術としてはさ、武術って先に攻撃当てた方が勝つんですよ。先に攻撃当てたところから、逆転するってことはなかなかないんですよね。だから、掴んで殴るとかっていうのは普通にありなわけですよ。昔の空手っていうか、スポーツ化されてない空手だったらさ、あるわけじゃない。だそういうとこ、そういうとこですよね。その、掴んで崩されてな、こう、殴られたら、もうなんか、そこでもう、ゲームセットなんですよね。相手の、崩された方はもう体勢直さないまま全部やれちゃうから。はい、あ。だからまあ、掴んで攻撃するのって、ほとんど格闘技では、こう、反則になってるし、
服着てないでしょ、あの総合格闘技も。あれも掴ませないようになってるわけだよね。で、まあなんか、まあいろんな、こう、技術があるわけだけども、こう、お互いにこう、なんか見せ場があって、終わるように、あの、その後に決着がつくような、こう、組み立てになってるわけですよね。ところが、まあ、イコライザーのアクションシーンはそうじゃない。強さの質が全然違うんだ。この質のなんかがもうとっても良かったなぁと思いました。そうだね。ファブルのね、映画もね、こっちに振ってほしいんですけどね。まあそんな感じです。で、マフィアがめちゃくちゃ悪いです。あの敵。敵がマフィアなんですけど。マフィアがめちゃくちゃ悪くって悪いやつで、あの、全然同情の余地がないくらい悪いやつらなんですよ。で、うん、ロバート・マッコールがこのマフィアを殺しまくるっていう。すごい勢いで殺しまくるっていう、そういう作品ですね。まあな、時代劇に近いよね、なんちゅうかね。あの、構造がね。完全懲悪ですよ。完全懲悪。ね。そういう話でした。で、まあ話としては、まあちょっとした伏線があって、まあそれがしっかり回収されるっていう、ところも良かったし。まあなんか、総じて良かった。まあ特にアクションが、とっても私の好みのアクションだったかな。というわけで、とても面白い4。つけさせていただきました。はい。私とアクションの好みが合う人は好きだと思います。じゃあ、こっから細かくしていきますね。あの、ネタバレ注意なんで、こっから先はバリバリにネタバレしていくんで、あの、見てない人は気をつけてください。まあ、でもアクション映画だから、あの、名探偵ポワロとは違うのよ。名探偵ポワロのさ、感想も、結局あの犯人は言わなかったからね。はい。そんな感じで。ザ・オープニング。はい。改めまして、おはすみよし。バーチャルシンガーソングライターの元住吉なので、じゃあ、ネタバレしていくかな。覚悟はできたか？覚悟して。じゃあね。まずね、導入でシチリア島の葡萄園ですよ。あの三角形のとこ。三角形のとこって。ここイタリアのさ、下の方に三角形のさ、島があるんじゃないですか。あれよ、逆三角形みたいなんです。あれシチリアだよね。あれシチリア島で、これシチリア島でね、あってね、あってあってあって。危な。あの、シラクサのね、攻防戦が、ありましたよね。あの、インディ・ジョーンズのこの間の映画で描かれた、シラクサの攻防戦。ありましたね。アルキメデスが出てくるやつね。インディ・ジョーンズが、この時代に痛いみたいなこと言ってたやつ。まあ、それはどうでもいいんですけど、まあ、シチリアにさ、葡萄園があって、まあ、そこに、こうなんか、おじいちゃんがさ、こうやってくるところ、子供を連れたおじいちゃんがさ、車に乗ってやってくるところからスタートするんですよ。そしたら、なんか、おじいちゃんがさ、その農園の中入っていくと、農園の、まあ、建物の中入っていくとさ、なんか、いっぱい人が死んでんの。いっぱい人が死んでて、それでやってくと、まあ、そこに、デンゼル・ワシントンがいて、まあ、一応拘束されてるような感じになってんだけど、刑になってんだけど。まあ、それで、返してもらうものを返してもらいに来た、って言って。いや、それは、ちょっと惜しかったな、お前もう届かないよ、みたいなこと言うわけよ。ところが、9秒だけ時間をやるよ、っていう感じで、でね、生き方を考えるんだな、みたいなこと言って、それで9秒で片付けるんだけど、
まあ、全員ねこの武道園のおじいちゃんたちを殺すんですけど人にはいるべき場所があるみたいなこと言うのね。俺の左に立ってる男は俺に近づきすぎている。まあそのおかげで右の男が死んでしまうんだけれども、それはなんかちょっとその右の男の家族に同情するなみたいなことを言ってるいうシーンがあって、それでまあ近づいてることによってその銃を取られて、その相手の銃で左の男の銃で右の男を撃ってですね倒すみたいな感じなんですけどね。でまあそんなめちゃくちゃ強いロバート・マッコールなんですけれども、そのまあ取るものを取ってですね帰る途中で、まあ車に待ってた子供がいたわけじゃない。それでその子供がにあそうがいて、まあなんだその子供か、まあそこから出るなよみたいな感じで帰ろうとするんだけど、自分の車に乗ろうとするんだけど、そしたらその子供にまあ後ろから撃たれるわけですよ。まああるあるだなって思ったんですけど、後ろから撃たれてですね、それで結構な傷を負うのだ、結構な傷を負うのだ。で、なんかさ、そんな深く太るかって思って。あんな強いんだぞって思ったんですけど。まあ子供だからっていうことなのかな。まあでもさ、CIA の諜報員だったら、少年兵みたいなのとはもう、全然余裕で対峙すると思うんですけどね。どうなんでしょうね。ねえ。だって、なんか、自爆テロする子供とかってさ、世の中いるわけですよ。なんか悲しい話ですけど。まあそういうのともさ、合していかなければならないわけですよ。この世界の、なんていうかね、セキュリティの人たちはね。大変だよね。ただそこはファンタジーというか、なんというかで、ね。めちゃくちゃ強いロバート・マッコールも怪我をする。で、車に乗ってですね、フェリーで、こう、まあ、怪我をしてるんだけど、フェリーでこう、まあ、どっかに、本土、イタリア本土にさ、行くわけなんだけれども、まあ、そこで、なんか、その田舎町を行ってる途中でもうなんか車がもう運転できなくなって止まっちゃうのよね。で、そこでなんか憲兵の男、ジョバンニかな？ジョバンニを略してジオだと思うんですけど、ジオ君に助けられるわけだ。はい。なんだがじゃないか。助けられて、それでお医者さんのとこにこう、連れてかれるの。まあ、田舎のお医者さんだよな。で、田舎のお医者さんはもう、まあ、その町唯一のさ、お医者さんで、んで、それでまあなんか、まあこれは銃でやられた傷で、まあ訳ありだなとは思ったんだけど、まあ転んだってことにして、この男は転んだんだ、みたいな。転んだことにしてですね、まあなんか、まあ、それは、処世術なんだろうね。だから、そういう、こう、トラブルに巻き込まれないためのさ。まあ、そんなような感じになるわけだ。ね。でだ。それで、ナポリでの、まあ、近くのね、田舎町で、こう、治療を受け、そして、その町で、こう、の人たちと交流して、まあ、仲良くなるわけですよ。で、そうするって、そのさ、武道園に、武道園の情報を、CIA にさ、ロバート・マッコール電話かけんの。で、CIA の、まあ、コリンズっていうね、女の子に、オペレーターみたいな子に電話かけて、スチレア島をこうちょっと探してみろって。
いうことを言うの。ね。で、そのコリンズが、こう、探しに行くと、なんと、すごい、いっぱいなんか、薬、ドラッグがあって、さらに、お金もいっぱいあると。もうこれはやばいぞと。で、そのドラッグがかなりの量がイタリア本土に流れていると。で、このイタリアで、その資金、それを売る資金、売った資金が、何?この、資金がまあテロに使われてしまうと、テロ組織にだいぶ渡ってんじゃないかみたいなことで、CIA がめちゃくちゃ捜査を始めると。なぜ CIA がイタリアの、こう、何?内部の問題に絡んでるのかわかりませんが、ねえ、そこはちょっと気になりますけどね。なんで CIA が先に調査してんだよって思わない。まあなんかそんな感じなわけ。なんか、大手を振ってこう、あの他国なのにさ CIA でございみたいな顔しててなんか秘密裏に動いてんのはわかるんだけどそうでもないんですよね。まあそれはいいんですけど、まあなんかいろいろあるわけで、そうこうするうちになんか街でさ、あの魚屋さんかなんかがあのこうマフィアにショバ代かなんかを払わなくて、ちょっと待ってくれ、みたいなこと言われて、で、その、なんか、見せしめに放火されたりしてさ、なんかいろいろあるわけ。で、その放火した時の、なんか、こう、車みたいなのが、これだよ、みたいなのが、を、その、ジオくんだよね。その、マッコールを助けたさ、ジオ、憲兵のジオくんが、この車ちょっとナンバーを紹介してくれみたいなことをこう言うわけなんだけど、警察の本部なんかにさ依頼をするんだけど、何監視カメラの映像をもとにさ、なんかこの車が犯人の車だからちょっと調べてくれみたいなこと言うんだけど、まあそうしたらそのこのジオ君のまあ娘とかがこう何?誘拐されるのかな?誘拐っていうかなんか、幼稚園?小学校?から、こう何?他の人が迎えに来たみたいなことで、こう連れ去られてて、で、家に戻ってると、マフィアがいっぱいいて、まあなんか、こう、このジオ君もなんかこう殴られてですね、それでお前はやってはならないことをやったんだっつって言われるわけですよ。まあマフィアの何弟、マフィアのボスの弟とその一味がね、まあ、そういうことをやるわけ。なんかさ弟の一味はこの田舎町を仕切ってるみたいなんだよね。でまあまあまあそんなようなことがありで。まあそんなようなことがあり、まあロバート・マッコールもなんか、まあなんとなくそのこうマフィアがこの街のこの人たちにこう悪いことしてるな、みたいなのをなんとなくこう悟るわけですよ。なんとなくじゃないのかな。確信を持ってこう悟るわけだよね。で、それで、なんか、こうレストランでね、あのジオ君が食べてる、あの家族と、あの、ご飯をしてるときに、その、マフィアが、まあ、マフィア弟がさ、またやってきて、で、まあ、そのレストランの、あの、端っこにさ、ロバート・マッコールもいんのよ。で、あの、その、なんか、あの、頼みがあるんだけど、みたいな。で、また、脅してなんか、悪いことをさせようとするんだよね。なんか、何だか忘れたけど、犯罪の片棒を担がせようとするんです。で、まあそこで、ロバート・マッコールがね、まあガンをつけるわけ。ガンをつけるわけ。
そうしたら、まあ、マフィア弟がそのマッコーンのとこにやってきて、まあなんか、なんかね、まあなんかいろいろあるわけですよ、やりとりが。まあそうして、まあなんだかんだあって、その、腕をね、腕を決めて、神経を抑えて、激痛を与えるっていう技を使ってですね。なんだろうね、あれ、あの武術はなんだろうね。あの激痛与える系で言うとね、まあ日本だと発光流っていう武術がありますけど、まあ、八つの光って書いて発光流っていうのがあるんですけどね。すごい痛いやつね。まあそれはいいんですけど、まあああいうやつだよね。ああいうやつでですね、マフィア弟をこう痛めつけて、あいつらに、お前の仲間たちにも帰るように言え、みたいなこと言って、帰らせるわけ。で、お前ももう行っていいぞ、みたいなこと。なるんだけど。で、まあ、そう、マフィア、弟がね、まあ、それで、男出てきた、こう、とっちめてやるぞ、つって、言ってるわけ。仲間たちと。したら、こう、車が突っ込んできて車が突っ込んできて、それで、マフィア弟の仲間が、こう、引かれて死ぬんですね。すごくない？もう突然。これがやっぱ、若干ホラーっぽいよね。この、で、マートマンコール、怖いなっていう。つまり、あれでさ、手打ちじゃないわけですよ。このレストランから、こう、外に出させて、ジョー君も、まあ、守って、ジョー君絡んでたやつを追っ払って、めでたしめでたしとかじゃなくて、復讐しようとしてくるやつに対して、先制攻撃で殺しちゃうっていうね。それで、まあ、仲間も殺してですね、そっから、ロバート・マッコールが後ろから現れて、こう、マフィア弟も、殺しちゃうと。サクサクっとね、サクサクっと殺しちゃうんですね。すごいでしょ。で、なんだっけな。それでマフィア弟が死んでさ、それで、あ、CIA は CIA でさ、なんか、いろいろ調べてんのね。そう、テロ事件が起こったりしてさ、で、そのテロを調べたりしてるんだけど、で、マフィア弟が、なんだっけ。マフィア弟が死んだんで、まあ、お葬式みたいなのをするわけですよ。で、そこに、まあ何、その CIA とさ、警察署長がこう、まあ、お話をしてたわけなんだけど、まあ、その警察署長も、そのマフィアの弟のお葬式にやってくるの。そうしたら、マフィアは、で、まあ、なんか、もうちょっとこの麻薬の事件からちょっと手を引けよとか言うんだけど、まあそうしたら、誰に命令してんだみたいな感じで、マフィア、兄がね、マフィアのボスがね、切れて警察署と長所長の手首を切断するっていう、まあ悪いことをするわけだよね。ああ、もう容赦ない男だなというのを、まあ見せつけるわけですけれども。で、まあ、警察署長はあれでいいだろうと。で、CIA の女を、俺が始末するよ、みたいな感じで。で、車に爆弾を仕掛けたかなんかでさ、なんか、あれだったんだけど。まあ、なんか、かろうじてね、CIA 女、生きてるんですよね。あ、CIA 女はね、その前に、こう、一応、ロバート・マッコールと、リアルでもね、会ってるんですけど、まあ、その辺のくだりは、映画見て、で、まあ、なんだかんだあってですね、まあ、CIA 女も爆発に巻き込まれて、こう、ちょっと、
重傷を負うわけですね。で、でマフィアのボスはボスでですね、弟がこの町で殺されたんだと。誰がやったのか、こう、教えろみたいなこと言ってですね。で、またジオ君に、ジオ君もの耳を、銃で吹っ飛ばすみたいな、ことをやるわけですよね。あれ、吹っ飛ばされる前に助けてやれよって思うんですけど、ジオ君はね、もう本当に、かわいそう。すべてのなんか、とばっちりが、マフィアのとばっちりが、まあすべてじゃないけど、ほとんどのとばっちりがジオ君に行ってるっていう。まあ、かわいそうだったんですけど。まあそんな感じでね、まあそれでまあ、ロバート・マッコールも現れてきて、よっしゃ、決着をつけよう、決着つけるぞ、みたいなことを、言うんだけど、まあ、わかった。ただ、今じゃないぞと。今じゃないぞ。ちょっと待ってろ、みたいなことを言うわけだ。で、マフィアのボスも、まあ、なんか警察も来るみたいだから、一旦帰るぞ、みたいな感じで帰るわけ。で、マフィアの、お家でマフィア会議をしててさ、でね、なんか、明日あの街を、黒人、アメリカ人をやっつけて、殺して、あの街を焼け野原にしてやる、みたいなことに、息巻いてるわけ。そうしたら、これもやっぱりすごい。普通の映画だったら、普通の作品だったら、マフィアがやってきたところで、迎え撃つはずなんですけど、やっぱね、ロバート・マッコール違う。イコライザーは違う。寝静まった頃に、マフィアの家を吸収。幼稚ですよ。奇襲して、全員殺す。突然現れて、なんか銃で撃ったり、サイレンサー付きの銃で撃ったり、首をロープで締めたり、なんかいろんなことをして殺す。で、最終的にマフィアのボスに関しては、実際に彼らが取り扱っている麻薬をこう、口にこういっぱい入れてですね。せいえん。もうそれでからオーバードーズでお前死ぬからっつって、死ぬのをこう眺めるっていうね。もがき苦しんでるのをこう眺めて終わりっていう。殴り殺しにするという、すごい。こんなのが、こんなね、主人公がいるのか。まあ、だから、アクションでさ、主人公がピンチになるとか、そういうのないのよ。全部の、こう、なんか、マイナスに、感情はさ、マイナスになってプラスになるっていうのが、基本的な物語の構想じゃないですか。この感情がマイナスになるところの、マイナス成分は、全部ジオ君が、全部じゃないけど、ほとんどジオ君がこう、になってるわけ。これね、マフィアに対するね、ヘイトが溜まったところを、こう、ロバート・マッコールが余裕で倒していく。これでね、成立させちゃうんだよ。すごいよね。そう。今ちょっと思い出したのはさ、幸福の科学の、幸福の科学の映画でさ、二十歳に帰りたいだっけ？あれ、幸福の科学の映画だよね。あれが、あれがじゃないや。幸福の科学の映画でさ、清水文香さん、名前を変えて千言美智子さんになってると思うんですけど、千言美智子さんが主役のさ、作品、で、千言さんがもう最強なんですよ。ピンチに陥らないんですよ。まあそのせいで、こう話があんま面白くならないみたいなことを、
行ったことがあるんですけど、私なんか、まあ、過去の映画感想動画探すとあると思うんですけど、まあ、どの作品か分かんないけど行ったことあると思うんですけど、まあそれをさ、そうならないんだよね、うん、このイコライザーなってもおかしくない構造なんだけど、ならない。まあでもなんか感想を見、他の方のね感想を見た感じだと、あの、まあデンゼル・ワシントンが強すぎてつまらん、アクションがつまらんくなってるみたいなことを言う方もいらっしゃるんですけれども、まあただまあ私の感じだとそうでも、そう、あの、全然面白かったんで、なんか違いがあるんだろうなって思ったんですけど、まあ、なんかうまく言語化というか違いを生み出す違いがどこにあるのかは分かってないんですよね。ここ分析した方がいいと思うんですけど、あの、脚本家を目指すんだったら残念ながらあんま脚本家を目指してないんでね。まあなんか、いつか分かる時が来るのかな。で、まあ最後は、まあなんでシチリアの葡萄園をデンゼル・ワシントンとロバート・マッコールは襲っていたのか。そしてなぜ CIA 女に電話をかけたのか。そういった謎が、伏線がこう回収され、ああ、まあそんなこったろうと思ってたわってなるっていう。のがあり、そして、イコライザーことロバート・マッコールは、このイタリアの田舎町に王妃の住処として、まあ、ここで余生を過ごそうっていう感じになりました。めでたしめでたしっていう話です。ロバート・マッコールはね、几帳面で容赦ない性格ですね、はいで、コリンズっていうのは CIA 女なんですけど、これあの前の作品と関係がある、ということです。はい。2作目のさ、あらすじを読んだんですけど、さっき。そしたら、まあなんか、はあ、そういうことなんだっていうのが分かりました。1作目にも出てくる人と関係してで、まあマフィアが悪すぎる。マフィアはもうなんか、あんな悪いマフィアは、なんか、うまくいかないんじゃないかなって思うんだけどな。基本的にはさ、なんか法律上は悪いことをしているんだよ。悪いことってか法律は破っているんだよ。マフィアって法律は破ってはいるんだけど、地元の民とかとはこうそこそこ持ちつ持たれつの関係をさ保つものじゃないですか、マフィアって。そうじゃなくて、すべてを敵に回して武力でどうにかしてるっていうマフィア設定なんですよ。そんなの長持ちするわけないじゃないですか。マフィアになりたいっていう人もいないでしょ、それだと。ねえっていう感じですね。まあ街の感じはよかったな。なんか、あとあったかな。特徴的なの特にないかな。で、まあテーマとかは特にないんですね。完全懲悪、悪いやつは殺しても OK 悪いやつを殺してスカッとしようっていう、そういう映画でしたね。で、象徴としてはなんか指輪じゃないのか、あれ時計か。まあなんかさ、指輪をこう血のついた指輪をさ、こう殺しをした後にこうロバート・マッコールが血のついた指輪をこう拭いたりする描写がね、毎回あるんですけど、あれがなんだ、あの、なんだっけな、まあなんか几帳面さをこう表現してるのかな。で、あ、そうそう、ナポリといえばさ、ちょっと話脱線するんですけど、ナポリといえばさ、あの、最後の方で、なんか、この村、田舎町の人たちが、こう、青い服着て、発煙筒
光を持ってね、青い発煙筒を持ってわーってやるこうシーンがあるんですけど、これはあのセリアのナポリのナポリのカラーですよねっていう話で、それでナポリのあたりの田舎町だろうって思ってたっていう話、まあそれはいいやまあ劇中にもナポリ出てくるしね。ね、腕時計を、そうそう、腕時計をね、外して、それで、なんかしまっとく。部屋に、の何、引き出しにしまっとくシーンがあるんですけど、まあその、それで、まあ、実際戦うことになったら、その時計をこう、取り出してつけるみたいな、そういうシーンがありましたね。だから時計っていうのが、ニコライザーの象徴なんだっていうのを、さっきあらすじを読んで、あらすじを読んで分かったっていうレベルですね。あれ指輪だと思ってた私。なんか指輪、何かをしまったんだよ。何しまったんだろうっていう。ちゃんと見えてなかった。暗くて。で、あとね、まあ、すべてが終わった後に、喫茶店でね、いつもの喫茶店みたいなとこで、あの人、几帳面だから、自分のマイスプーンを持ってくるのよ。コーヒーをかき混ぜるのに、コーヒーじゃないか、紅茶をかき混ぜるのにマイスプーンを持ってくるんだけど、このスプーンをさ、忘れちゃうの。ね、この忘れて、それで店員さんが忘れ物だよって言ってスプーンを持ってくるみたいなシーンがあるんですけど。そう。で、最初さ、その、喫茶店に来た時は、紅茶なんか、イギリス人と、なんか、老人かな、なんかが飲むものだ、みたいな感じで、こう、カプチーノかなんか、カプチーノが、紅茶を頼んだのにカプチーノが出てくるみたいなことがあったんですよね。あ、イタリアっぽいなっていう。イタリアコーヒーの国ですからね。イタリアはコーヒーとイギリスは紅茶とみたいなイメージありますよね。あ、私紅茶とうなんですけど、最近はね、配信の時はコーヒーを飲むことにしてる。なんかコーヒー飲んだ方が、スタンフォード大学からの研究によるとコーヒーを飲んだ方が長生きするんだってなのでコーヒーを飲んでます。で、まあ、そうそう、スプーンを忘れてしまう話だ。スプーンを忘れてしまうって、どういうことかっていうと、まあ、それだけなんていうのかな、その街に、こう、心を許したっていう象徴なのかなって、あのシーケンスは思ったんですけど、どう思います?私はそう思いました。はい。で、アクションですよね。アクション、武術的な強さの表現ですよね。まあ、ジョン・ウィック、最近の作品、今上映中の作品で言えば、ジョン・ウィックと比べてみてくださいよ。ジョン・ウィックはもう格闘技的な強さ。もう、どんだけ殴られても、こう、立ち上がっていく。どんなダメージを受けても、不屈の闘志で相手を倒すという、ジョン・ウィックですけど、そういうんじゃないんです。もう本当に強い。圧倒的な強さで相手を倒してしまう。そんな、強い存在でしたね、ロバート・マッコールね。この強さ表現ね。で、しかもドラマを成り立たせる。物語を面白く成り立たせる。これすごいなっていう感想です。まあ、さっきも言ったからいいね。という感じでした。まあ、面白かったな。個人的には面白かったなっていう感じ。次回予告ですけども、キリエの歌と、オペレーションフォーチュン、どっちかが見たい。キリエの歌は、キリエかな。キリエってさ、ミサの曲の、ミサ曲の中の一つなんですよ。ミサ曲、ミサって、キリスト教のミサで、
歌われる歌詞ってもう決まってんの。あ、何、アニュースデイとかさ、エクセルシスとかさ、なんか決まってんの、決まってんのよ。決まってんだけど、まあその中にキリエっていうのあるよね。うん。あ、だからなんだみたいなことですけど。まあまあ、キリエさんっていうなんか歌手の方がいらっしゃって、まあその方がまあ主題歌を歌ってるんですけど、まあそれと、まあ絡めてるのかなんかわかんないですけど、あの、言葉が喋れないのかな、歌は歌えるけど言葉喋れないみたいな、言葉の代わりにすごい歌を歌う人みたいな設定の歌手の話みたいな。音楽は小林武史さん、あのマイリトルラバーの女の子と結婚したことでおなじみの小林武史さんですね。はい。まあなんか、そういう意味で音楽映画っていうことで、ちょっと気になっているキリエの歌。そしてオペレーションフォーチュンは、うん、ジェイソン・ステイサム。ジェイソン・ステイサムが、主演の、まあスパイアクションものということで、まあこっちも好みの作品だと思うんですけど、気になる。どっちも気になる。両方見るか、めんどくさいな、でも。ああ、まあそんな感じです。というわけでね、まあどっちか見るか、ひょっとすると両方見るかもしれないんで、な感じです。お楽しみに。というわけで、いやー、映画って本当にいいものですね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。